さあ、ダルチャレがやってきましたね。一年に一回の祭典の季節ですね。はい、というわけでね、プロスピエースプレイ7年目になります、吉村です。これまでの戦績はロッテ純正ベスト100が1回、コストリーグベスト100が2回ということで、次はパ・リーグのベスト100を目指しております。よろしくお願いします。というわけで今回は5年以上前の選手だけを使ってダルチャレに挑戦していきたいと思います。私のチャンネルをね、その昔からとか定期的にご覧の方だったらご存知かと思うんですけども、今パ・リーグ染めやってるんですけども、昔はそのロッテ純正やってて、その前に12球団制をやってたんですよね。で、その5年前っていうのが、まあ2019年になるんですけど、これぐらいの時期が一番12球団でよくやってた時期になります。で、これ今はね、これ映してるんですけど、例えば5年前、2019年の選手で言ったら、この福留さんですとか、あとこうバレンティンさんとかも懐かしいですね。こういう選手がいっぱいいるんですよ、私、選手ボックスに。だってロッテ純正になったら継承とかしませんから。そういった選手が輝ける場所って本当に少ないんですけども、数少ない場所がこのダルチャレになります。なぜなら全員スピリッツが同じになるんでね。ということで今回は登場から5年以上経った選手だけでオーダーを組んでみました。ということで、まあ2019シリーズ1以前の選手になりますね。まあ、本当は2019シリーズ2にいっぱい主力の選手がいたんで、まあ、それが使えないのは痛いんですけども、まあ、2019シリーズ1以前でも十分オーダーを組むことができたので、まあ、野手はこんな感じ。どうだろう、誰か特殊、まあ、スタメンで使う人はね、使いながらちゃんとその思い出とかを語っていきたいと思います。ちょっとピッチャー陣が厳しいな、正直。まともに勝てそうなのが、このまあ2017の大野豊さんと、あと、初見枠ということで、まあこの2018の覚醒の岩田さんぐらいしかいないんで、まあ、とりあえず2試合だけやって、まああとはまあ主力外で、はい、ルーケンまでやります。どうだろうな、リリーフもちょっとやばいからな。この松永さんとか実はスラーブな、持ってないんでね、これ。あとまあ、大魔神は強いか。懐かしい。ということで、まあ5年以上経った選手、もう私はアンティークって呼んでますけど、このアンティーク選手たちとやっていきましょう。でね、私ね、就活が終わったら、応援曲利用券の課金を再開するってずっと言ってたんですよ。まあ、無課金実況とはって感じなんですけど、まあ、無課金とは言っても応援曲利用券ぐらい許してください。ということで、まあ、今回応援曲利用券、就活が終わりましたので、再び購入しました。で、今回の動画からちゃんと、応援歌もついております。で、応援歌はね、その昔やってた状態から触ってないので、高校時代とかに設定した懐かしい曲とかいっぱい入ってるかもしれないんで、なんだろうな、すげえ懐かしくなりそうなんですけども、よろしくお願いしますということで、まあ、こっちは今回高校ですね。ここで特筆事項はやっぱセカンドの2017のあれの、菊池さんが守備 S ってことですよね。さあ、まずは、まあ、大野豊さんも懐かしいね。この大野豊さんは先発と中継ぎと抑え全部できて、まあ、全部適性がついてるんです。わあ、危ない、入りかけた。 まあ、大野さんはね、そう、タイピングが出なかったわ。タイピングついてるんですよ、大野さんは。だから、ある程度強いんですよね。大野さん出たんですけども、それまでは大野さんってずっと出てなかったんで、ガチでこういう場面での初見の威力は強かったと思うんですけども、まあちょっとね、今はある程度慣れちゃってるかもしれないですね。持ち球とかもよく知っちゃってるかもしれない。まあ、なかなか見ない持ち球ばっかりですかね。パームとかどうですか。3点は取れないよ、ちょっといくらなんでも。まあ、強制コールドだけはならないように。大野さん、ボコボコに打たれてますけど、本当は強いですからね。うん。ああ、よかった。やっとアウト取れたれ。ああ、なんかもう応援曲利用券再び勝って思うのは、やっぱり応援歌いいですね。応援歌ないときなんかリアタイやる気起きませんでしたもん。今は応援歌聞くためではないですけど、やる気も若干モチベーション上がってますから。はい。わあ。まあ、無課金でやってて思うことは、やっぱり課金することが一番そのコナミさんのために、あれじゃないですか、ためになるじゃないですか。ただ、まあ、課金しないってなって、まあ、応援曲料金だけでも課金すれば、そのコナミさんに対して感謝代ぐらいは払えてるのかなというふうに個人的には思ってます。アウトコースに送っています。
まあ、なんとかスリーアウトで、まあ、3点は今マジで俺ずっと iPad でやったんですけど、 iPad がぶっ壊れて iPhone に変えたんですよね。だから元から iPad でも3割だったんで、今 iPhone だったらマジで2割ぐらいしか打ってないです。懐かしいですね、この2018の大島さん。これも一時期中日枠かなんかで使ってましたね。あー、もうちょっとちゃんと打てる球を見極めましょうって話だ。そうマジであのフライアウトとゴロばっかなんでね俺。ライナーですら、ライナーだったらまだどうにかなるけど。いやもうコウスケさんも懐かしいな。昔の動画でこうランキングで取ったやつからは継承してるやつなんですけども、懐かしい。だって TS のコウスケさんがいた時代は良かったよなって。まあ今も別にいいですけど、コウスケさん今もう TS の対象じゃないですからね。トカダ、トカダね、なんかパワーヒッターだから今の環境的にはあれなんですけど、なんか昔の俺的にこの T さんめっちゃ打ちやすかった記憶あるんですよね。なんか一回友達と9イニングフルでやってみようぜってなって、 T 岡田で3発 1試合で打ったりとかしてたんで。はい、うん、平常運転です。今日も平常運転。ただこの回に5点取られてね、こう強制コールドっていうのをやめてほしいですね。まあパワーとテクニックを兼ね備えた頼りに取れるかな。あ、取れない。センター左へのヒット、バッターランナーは二塁。さあそしてバッターボックスには青木が入ります。さあ得点です。バッターボックスには代打の外。さあここでもう一つリードを広げて、インサイド取れるかな。あ、取れるわ。よし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 、レフトが取りました。ワンアウトです。ああよかった、状態ピン出ましたよ。このままの点差で回を終われるようにしっかり。よし、菊池ちょっと菊池さんのところに飛んでくれれば安心しますよ。だってねセカンド S ですもんこれ。今はちょっとあの TS 版が出ちゃったんで、このセカンド S っていうのは簡単になったんですけど、昔そのセカンド S が貴重だった時代はこの S の、菊池さんがなんか誇りでしたね一瞬の。よし OK。 さすがにノーヒットでね負けるのはあれですから、ちょっとまああの1本ぐらいヒット打てるようにちょっとなんかもう望みが低いけど、てか、あーノムさん懐かしいな。ランキングで初めて自チーム S で取った選手ですね、ノムさんは。さあてどよいしょ、うわーダメか。俺にしては今のは珍しくちゃんとあった方ですよ。いけ、落ちろー、わー。さあバレンティ懐かしい、これ2019の TS の一覧だね。さあと、はい、おっと、あーもう、そう私ね、あのロッテ純正やってたんで弾道低い選手ばっか使ってるんですよ。弾道低い選手で流してライン際に飛ばしてあのヒットにするみたいな、そんなんがね得意だったんで。まあそれでもまあそんなめちゃくちゃバカバカ打ちまくってたわけじゃないんですけども、まあヒンダはステータスなんで。落ちるかな、あーダメだ。社員言ってなかったけど、今の岩村さんも昔12球団時代に動画で撮った選手ですね、ランキングで。懐かしい。よし OK、はい、いや菊池さんどっか行ったぞ。インコース詰まりました、取ってツーアウトです。でヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球取れるかな、取れて、あよし OK。 さあ下位打線ですけどもね、聖夜、坂本、菊池ですからね、ここでどうにかしたい。聖夜さんもこれは昔ライドラだったんですけども、パワーヒッターになってからの S ランクです。にしてもちょっと言わないように思ってたけど、あの応援歌がカオスで笑っちゃうのかな。まあ、ちょっと応援歌は次の試合で触れましょう。とりあえずこの試合1本ぐらいヒット打ちたい。あーダメか。そうもここはもうロッテ純正時代で培ったミート打ちでどうにかしよう。いけ、あっしよしよしよし、うまい。そうこれが私がロッテ純正時代に小坂さんで培ったバッティング技術です。いけ、ほら、あ危ない、ゲッツは嫌だからね。せっかくなら1点ぐらい取りたいですよね、ということで、まあセカンドランナーを返したい。あー、はい、いつものお疲れ様でした。さあ次の試合です。というわけで、まあこの先発の岩田さん懐かしいですね。これもそう覚醒で取って、そう私当時の阪神の推しが球児さんと岩田さんと今も好きな坂本だったんで、
この岩田さんが出た時はもう嬉しくて、覚醒のランダムボックス超回収しましたもんね。もしかしたらあんま見慣れてない可能性ありますね、この岩田さん。さあ岩田さん、よしよし、はい、まず岩田さんといえばこのでっかいスラーブ、はい、よしよしよし、取れるかな、取れるかな、聖夜さん、 OK。 なんで大谷さんの応援歌がこれなんだこの試合では応援歌に振る流れいきますから。取った、 OK、 よし、うん、カズオは普通にカズオの応援歌ですね。ムービンどうですか、おい、ノムさんありがとう、 OK。 さあヒットを打ちましょう。打てないと勝てないですからね。デフォルトの大島さんの応援歌なんだよな、曲。普通にデフォルトの曲だね。はい、人権です。その康介さんのこの中日のその全盛期の時の応援歌はかっこいいですよね。もちろん阪神のやつも中日に復帰した後の曲も好きですけど。さあフルヒッターのパワーヒッターとか今やったら絶対にあのいらない扱いされそうな T さんだけど、個人的にはすげえ打ちやすかった記憶はあるけどダメですね、うん、今日も平常運転ですよし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 、ツーアウトになりました。バッターボックス、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。打ちました。うおー、あかんすよ。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている阿部、ストライクです。バッター、おっとった。T さん、ありがとう。そう、ファーストってやっぱり左投げの選手の方がいいんですよね、その守備の理論的に。で、ノムさんのこの曲、あれですね、ジャパリパークですね。そう、ノムさんゲットした時多分ジャパリパークに俺がハマったんでしょ、獣フレンズか。ちょっと黙りましょう、応援曲聞きたいでしょうから。次が2球目、変化球わずかに外れました、ボール先行です。打ちました、あって1塁そのまま入ってアウト。バレンティンの応援曲これですね、金色モザイクのオープニングですね。懐かしい、金門さんめっちゃハマってましたもん。次が5球目、ほら珍しいホームランだ、珍しいでこれもあれか、ニャルコか、曲あ、おお珍しい抜けた。でなんでせいやさんのオープニングがお茶目機能なのなるほど、そうランナースタート、キャッチャー投球して一二塁間、うおダメか。でこれ五中三の3期のオープニングなんだっけ、忘れた、曲名忘れた、うおーダメか。まあでも珍しい、1点取れましたから珍しいとか言うなって話ですけど、あーこれはセカンドライナー、ピッチャー変えるって話どこ行ったんだ。ちょっと最後の1人だけピッチャー変えましょうか。打順は1番に返ります、バッター柳田。さあ一番今現環境でいなさそうな人、増井さん行こうか。マリーンズピッチャーが変わります、シェイプオブビューがかかってますよ今頃球場では。つってもあの往年のオリックスファンとかしか伝わらないですねそれね。ロッテファンやっててね、最後9回にオリックスでその増井さんを抑えて出てきたら絶望でしたもんね、まあ、今はそれまたワーニングになってますけど、平野さんですね、シェイプオブユーが9回の表にかかったら絶望みたいな、今のそういうのあるじゃないですか、中日のライデル・マルチネスとか。よかった、勝てましたあのガチる人は頑張ってください、私はゆるゆるとね、累計回収まで行きたいと思います。はい、てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。私ね今回リアタイの動画だったんですけど、まあ、普段はリーグ勢としてちゃんとパリーグベスト100を目指しておりますので、まあ、よかったらねそっちの動画を見てってください。打つのが下手くそな人じゃなくてリーグ勢で頑張ってる人ぐらいの記憶で言ってもらえたらありがたいです。